ラオスからタイに戻り飛行機でインドへ。今度は国境において行かれませんでしたのだ。インドはビザが必要。ラオスに行く前にオンラインで取ったがなかなか大変だったな。たくさんの記入項目、顔写真とパスポートコピーを送付、ビザ代をカードで払って、領収書を印刷して写真を貼る、さらにビザ承認のメールを印刷して持参ですのだ。さあデリー空港に到着。そして電車でニューデリーへ。空港は綺麗ではあるが、ちゃんとしてるのここまででしたのだ。カンボジアでの24万円詐欺やタイとラオスの国境に置いて行かれたことから、今回は下調べをしっかりしたぞ。ニューデリー周辺の大鳥記者、旅行代理店に連れて行って崩壊の値段のツアーを組ませるみたいですのだ。うむ、しかし安宿街の場所がわからない。嘘つかれる前提で乗ってみるか。旅行代理店に連れて行かれたとして街の中心部には着くだろう。下調べの意味、不審地パールガンジに連れて行ってほしいと告げると、旅行代理店に行けば安い宿たくさん見つけられるよと。下調べのままでその、いや中心地にと言ったものの、出発してからはあそこが親戚の家だという話などをされ、完全に連れ回される。そしてツアーデスクに考えていた予定を告げてみると、提示された値段はおよそ調べていたら約100倍。これも下調べ通りでびっくりだ。周辺のコピー地図だけもらって解散でいっそな。仕方ないからもらった地図を頼りに自力で歩き回ってみるが、さっぱりわからない。途中声をかけてきたリキシャーマンは全員旅行代理店に連れて行こうとする。ピンキューにたどり着きませんのだ。さすがに途方に暮れていたところ、偶然通りかかった日本の某旅行会社の人が声をかけてくれた。道を教えてもらって地図ももらいましたのだ。あれ、現地の詐欺旅行代理店にもらったコピー地図、中心地が書き換えられてますのだ。もう何から何まで嘘ばっかりだ。正解はニューデリーの駅に着く。空港からの到着ホームはパールガンジの逆側なので、駅にかかっている歩道橋を渡るだったな。歩道橋は無料で渡れるのだけど、通行料を要求してくる人がいるらしいですのだ。気が休まる暇がありませんのだ。ちなみに駅からパールガンジは歩いてすぐだった。大鳥汽車に乗る必要なかったな。ねえねえ、下調べの意味。ようやく宿探しを開始。意外と少ないですのだ。見つけたのは相部屋1人200ルピー、ただしあと2人、一緒に泊まる人が必要。シングル300ルピー、有名な日本人屋のサンタナ。相部屋400ルピー、1は人を見つけるのがほぼ不可能、2のシングルだと情報を集めにくい。というわけで3の日本人宿にした。これが大正解でしたのだ。長く滞在している人たちから情報をもらいましたのだ。その日の夜と翌日に連れ立って街ブラ。一緒に行ってくれる人がいると安心ですのだ。ニューデリーの夜は今まで以上にひんちゃかめんちゃかですのだ。クラクションが至る所で鳴ってますのだ。さらにこの匂い、そろそろ鼻がおかしくなりそうですのだ。路肩には露店がいっぱいだ。鶏、奥ってさばかれてないか。丸揚げ。朝ごはんは露店の食べ物にしよう。なんだかんだでご飯はうまい。しばし食べ物コーナーですのだ。これは何と思ったらチャパティっていうみたいですのだ。ナンを焼くにはタンドールという高価なかまどが必要で、また材料の小麦粉が贅沢品であったことから一般家庭で食べられることはほぼないらしい。お手軽な全粒粉を使ってフライパンで焼くだけのチャパティが主流とのこと。僕たちが今までなんだと思ってたのは実はチャパティだった。まあうまいからいいじゃないか。こちらはチャイ、砂糖たっぷりで煮出したミルクティーですな。とてもホッとする味、インドにいる間何度も飲んだな。さらに町村ですな。なんというか混沌、本当に日本じゃ見られない光景だな。ちなみにずっと匂いはついて回っている。牛さんがいる日常ですな。あとヤギさん、めっちゃ見てくる。わあ、屋根の上に荷物いっぱいですな。落ちてきそう、というか屋根抜けそう。有名なモスク、ジャマーマスジットですな。集団礼拝が行われますのだ。入場は無料だけどカメラ持ち込み料300ルピーが必要。偽の聴衆にもいるらしいから気をつけよう。旅行に来てカメラ持ってないってことはないから実質入場料ですのだな。これは予想だが、カメラを持って旅行できるくらいの外国人価格ってことだろう。日本感覚でまあ普通の入場料であっても、現地の人にとってはとんでもなく高額だったりする。ごく一部のお金持ちを除くと平均年収20万円ほどですのだ。なので外国人だからって足元見よってではなくて、純粋に余裕のある人が払うという考えでいいと思う。現地の人はこちらの店で手や口をすすぐみたいですのだ。神社の彫図と似ているが、あー水濁ってる。ほわー、電線多すぎですのだ。建物も道路もボロボロ、何かわからない気体がそこら中を流れ、どこにでもハエが飛んでいる。そしてきついアリの匂い。紙としてくるならいいけど日常生活だと大変すぎますのだ。でも食べ物はうまいんだよな。そもそも美味しいですのだ。次回は夜行列車でガンジス川の町バラナシへ。これが噂のインドの夜行列車。これは座席なのか。普段はこの姿で配信していますのだ。チャンネル登録、ツイッターフォローよろしくお願いしますのだ。